はい、というわけで、五星戦隊ダイレンジャーより SMP ウォンタイガーのレビューいかがだったでしょうか。こちらの商品は昔発売されたウォンタイガーの食玩として発売されましたね。まあ、SMP ブランドっていうのは食玩ですので、ラムネがついてきましたね。で、 SMP の特徴としては多彩なポージングが可能というところですね。デラックス玩具に比べて各所がグリグリとね稼働しますね。こちらのウォンタイガーもその SMP の例に漏れず、膝とか股関節とかもグリグリ動きましたね。で、なんといっても口の気垫宝玉が回転して切り替わるギミックは素晴らしかったですね。と見えますでしょうか。今、火って文字になってるんですけども、口を閉じて開くと、水と、こんな形で、はい、中の文字が変わりますね。これいいですよね。そしてこのウォンタイガーは、こちらの気垫銃から気垫武人形態にも変形しましたね。で、さらに、すでに発売している大連王の天空気垫と合体することによって騎馬大王になることもできましたね。まあ、こちら可動重視の変形をさせるとグリグリ稼働させれてかっこいいポーズが決まりますね。こちら奥にあるのが当時のデラックス品の、再販版、戦隊職人版なんですけども、比較するとこんな感じですね。まあ、デラックス版の特徴としては、まあ、でかいってのと、ここのメッキパーツがたくさんついてるっていうのはね、いいですよね。あとこちらは、ライト&サウンドギミックも内蔵してて、目が光ったり、音が鳴ったりしますね。まあ、やっぱ当時品のデラックスデラックスいいとこありますし、 SMP は SMP のいいところがあるなっていうふうに思いますね。ダイレンジャーに思い入れがある方にはいいアイテムとなっておりますので、もし、ね、懐かしいと思ったら、まあ、手に入れてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、 X のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラースバでした。